M1857mm 無反動砲はアメリカ合衆国で開発、製造された無反動砲である。アメリカは1906年のデイビス砲で世界に先駆けて無反動砲の開発に成功したものの、その後長く帰り見られることはなかった。一方、ドイツのクルップ社はその成果に注目して、1930年代より無反動砲の開発に着手し、 LG47.5cm 無反動砲を完成させた。これは、クレタ島進行作戦より実戦投入され、高く評価された。第二次世界大戦間の走行技術の著しい発達の結果、不評部隊及び他の軽武装部隊の対、装甲攻撃能力は極端に脆弱化しており、このことから中距離において対装甲攻撃能力が十分に高く、 かつ、不評部隊によって、容易に運ぶことが可能な兵器が必要されていた。1943年、第二次世界大戦中の北アフリカ戦線において、アメリカ軍は、ドイツ軍の l g 4 0を露飼し、直ちにこれを参考にした 105mm、さらに 155mm 口径の無反動砲の開発に着手した。開発は、 法務局携帯兵器部門によって行われ、比較的短期に完了したが、イギリスが独自に開発したバーニー砲の技術情報が伝えられ、これに基づいて、ドイツ製とは異なる作動原理の無反動砲の開発が行われた。この新たな計画によって開発された3種類のうち、ライトに当たるものが本砲であり、アメリカ軍が配備した最初の無反動砲である。M18 は、 ドイツ製の無反動法の単なるコピーではなく、いくつかの新基軸を導入している。反動減災の方法として、燃焼ガスの後方噴射を利用することは、ドイツのクルップ式と同じだが、新開発のクロムスキット式を採用した。これは、燃焼ガスを装填する砲弾の薬莢直径よりも、一回り大きい薬室に一時的にため、必要な方空圧力を発生させた後、 汚染に設けられた、紛失口から紛失するという方式で、発砲と同時にカウンターウェイトを後方に射出する、デイビス式、カウンターウェイトを発射ガスで代用した、クルップ式よりも高所速を確保でき、大威力になるというメリットがあった。また、砲弾に、規制同士と呼ばれる、軟金属製のバンドを巻きつけて、これによって砲弾そのものと砲身との摩擦を減らしつつ、 戦場効果を得られるようにしたことで、方針の軽量化にも成功した。なお、砲弾のうち弾頭部は既存の M157mm 対戦車砲用のものが流用されている。これらの特徴により、在来型の大砲のような大掛かりな砲賀が,が不要になり、砲賀には、ブローニング m 1 9 1 7へ機関銃の三脚化が流用でき、また、 ジープに搭載しての運用も行われた。なお、全部に収納時には、フォアグリップとなる伸縮式の端足を、後部には2脚を装着することで個人でカタタンして射撃することも可能で、砲単体で地上に設置して運用することも可能である。砲弾は、弾薬種がバズーカ用の運搬バッグを用いて蛍光することもできた。 朝鮮戦争で M18A157mm 無反動砲を射撃するアメリカ兵開発されていた本砲は1943年11月に T15 の名称で仮正式化されて試験が開始された。1944年の後半には正式採用されてライフル 57MMM18 と命名され、直ちに製造が開始された。 1945年3月には最初の量産ロットが完成、速やかにドイツに送られて実戦投入された。さらに同年6月には太平洋戦線でも沖縄戦で初めて使用された。第二次世界大戦中の戦車の急速な進歩により、すでに5 7ト、mm、ル口径では有効な対戦車兵器とは言えなくなっていたが、 軽量ゆえに不評が傾向できたことから、小銃中隊レベルで使用できる大口径の直射火力として重宝された。第二次世界大戦後も配備は継続され、アメリカ軍では小銃中隊の無反動砲分隊に2問が配備されていたが、朝鮮戦争では北朝鮮軍の T-34 戦車に対して有効な打撃を与えることができなかった。 このように戦車の進歩に追いつけなくなってきていたことから、大口径の蛍光型無反動砲として開発された M6790mm 無反動砲、後には新開発のドラゴン対戦車ミサイルによって代替されて退役した。日本の警察予備隊にも1951年より供与されたが、同様に供与された m 2 7 5 m m 無反動砲が、 陸上自衛隊に改編後も長らく用いられたのに、対し、威力不足との評価から早々に予備装備とされ、1960年代までに部隊からは引き上げられた。ただし、その後も保管は続けられ、正式に退役とされたのは1989年のことである。中華民国においては1945年にアメリカより援助品として供与され、 舞台での運用結果が良好であったことから、1946年7月に自国生産に着手した。しかし、同年11月から1949年にかけて生産された方は、材質と精度に問題があり、いずれも実際の使用には耐えないものであった。このため、民国36年式5 7ト、mm、ル無誤座力法に基づくとの正式名称が与えられて、 板にもかかわらず、部隊配備はなされなかった。中華人民共和国ではアメリカが中華民国に供与したものを捕獲し、その有用性に着目して民国が建設した製造工場と設計図を用いて、1952年より52式5 7ト、mm、ル部講座力法としてコピー生産し、独自設計の方がと組み合わせて、不評代替の支援加法として、 長らく使用した。52式はコピー品でありながら、独自に開発した安定翼付ヒート弾が使用できる点でオリジナルよりも改良されている。52式は中華人民共和国の滝田、ベトナムやタンザニアなどの国々にも輸出、供与されて用いられている。なお、52式はフルコピーでありながら、 後継と弾頭を意図的に1ト、mm、ル拡大して製造されており、52式は M18 の弾薬を使用することができるが、M18 で52式用として製造された弾薬を用いることはできない。これは M20 スーパーバズーカをフルコピーした51式95枚ファンヒロシ、カでも見られる中華人民共和国がフルコピーした アメリカ製化法に見られる特徴である。ありがとうございます。